それでは、9月の、すいません、もう一人います。9月の正月法要を始めさせていただきたいと思います。まず最初に感謝を鳴らしますので、そのまま、しばらくお待ちください。No one knows, no one knows, no one knows. それでは皆さん、おはようございます。ようこそ、9月正月法要にお参りに参加していただきました、Zoom の皆さんもようこそ。それではまず、最初に黙想とお念仏で今日のお参りを始めさせていただきたいと思います。よろしい。
皆さんと一緒にサンキエモンを読みたいと思います。聖典の黒い聖典だったら毎回2ページ目、紫の聖典だったら10ページ目になっています。きっと紫の聖典が読みやすいんじゃないかなと思います。10ページ目に書いてます。サンキエモンですね。で、Zoom の皆さんは お手元にあるか画面を見てください。サンキエモン、キキョウモン。人参受けがたし、今すでに行く。仏法を聞きがたし、今すでに聞く。好み根性に向かって、どせずんば。さらに、いずれの性に向かってか、好みをどせ。大衆、もろともに、指針に、参謀に、帰依し、立て祭るべし。自ら仏に帰依し立て祭る。まさに願わくは衆生とともに大乗を体下して無常意を起こさる。自ら法に帰依し立て祭る。まさに願わくは衆生とともに深く共造に入りて知恵海のごとくなら。自ら僧に帰依し立て祭る。まさに願わくは衆生とともに大衆を通りして一切無名なら。無常人人未明の方は百千万号にも愛用ことこたし、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を召し立てまつら。ナマノス、ナマノス。それでは引き続き言行、今日本日のお務めはまず最初に三部上、三部上は、三部上は、画面にも出しますが、聖典の中には三部上は89ページに載っています。紫の聖典の89ページですね。そして三部上で、その後に三仏偈、三仏偈は73ページに載っています。三仏偈を唱え始めますと皆様のお焼香をお願い申し上げます。もし今月が正月の方であれば、画面に正月の方々の名前が順番に、出ますので、その正月の方をの名前が出たら証拠してもよろしいし、もう最初から証拠しても構いません。三仏偈を唱え始めますと、皆さんのお証拠をお願い申し上げます。ナマノス、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 ナマノス。No.
2021年9月正月法要を御修する。如来栄光の真実心をもって法恩の誠をいたし、仏徳を三端仕立てまつる。願わくは如来の大慈大悲心をもって、無量の功徳一切無常、一切衆生の上に栄光したまわらんことを、ナモキエ仏、ナモキエ法、ナモキエ僧。
これから、少しばかり法話させていただきたいと思いますが、ここにおられる皆さん、私マスクを外しても大丈夫ですか？はい。なるべく距離を取りますので、まず最初にですね、親鸞聖人というのは私たちの御開山ですね、浄土真宗を開いた親鸞聖人、向かって、右側の絵像に あるのが親鸞聖人ですね。でもう一つ向こうは聖徳太子なんですが、この親鸞聖人がですね、親鸞聖人の弟子に唯円坊という方がいて、その唯円坊という方が私たちは、普段ですね、「歎異抄」という書物がございます。で、歎異抄は多くの方はこれは親鸞聖人の書物と思われている方も多いんですが、実はこの歎異抄というのは弟子の唯円坊が、親鸞が亡くなった後に書かれたんですね。ただこれが唯円坊は親鸞聖人にとって第一の弟子であったので、この親鸞聖人が亡くなってですね、いろんな異なった意見が出てきたりしたわけなんですよ。でそれを、悲しんでですね、唯円坊が自分が親鸞聖人と会話の中で教わったことをずっと書かれるのが歎異抄という書物なんですね。で、その、ですから私たち浄土真宗ではこれは親鸞聖人の言葉として預かっているわけなんです、ね。で、それがですね、その中にですね、親鸞聖人が、最後にですね、親鸞聖人がこういう言葉を言われています。弥陀の御講周囲の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり、さればそれほどの業を持ちける身にてありけるを、助けんとおぼしめしたる、おぼしめしたちける本願のかたじけなさるようと書かれる。親鸞聖人は要はこの阿弥陀様の本願は親鸞一人のためであるってい いう言葉なんですね。で、これは言葉にまた後ほど戻りますが、実は昨日ですね、昨日の朝、朝か午後もちょっとやってたかな、ここで婦人会がガレージセールやってたわけですね。なんと物がたくさん溢れてることが、物っていうか、ガラクタっていうか、一人の宝物はもう一人にとってはガラクタっていうこと、英語でことわざありますからね。それをですね、見ながらですね、ふとあるこの、北米の、漫才師が、いたわけなんですが、コメディエンですね、ジョージ・カールンというコメディエンで、それ彼がですね、もう亡くなってるんですけど、昔に「もの」っていう、漫才をしたわけです。で、「もの」っていうのは自分たちはですね、物を集めるのが人間であるというわけですね。で、どんどんいろんな物を集めるわけなんですが、自分の物は宝物、相手の物はガラクタって彼が言うんですね。自分の物は宝物、相手の物はガラクタ、ね。だから、我々は他人を見てですね、あの人は本当にいらないものばっかり集めてるとかね、でも自分のものは大切にするわけ。それで、もう一つ面白いのは、そのものをどんどん集めてですね、しまいに入れるとこがなくなると、
今度は今、まあ、私たちはどういうことをするかというと、どっかのロッカーを借りてですね、そのロッカーに自分のものを入れて、さらにまた物を集めると、ね。で、その最終的には、まあ、この物も、いつかその別れを遂げなければならない。まあこうやってガラージ店に出したりするのが我々であると。まあ非常に面白いですね、ものの見方をしてたなと思うわけなんですが、そこでですね、このウィスティリアプレスで、つい最近ね、出来上がって、ここに入るための、まあ、柿井さんもそうなんですけど、やっぱりダウンサイズをしなければならないので、このお寺のガラージセールにも、このウィスティリアの住民からも多くのものをいただいたわけなんですね。で、その中でですね、まあ、私の母もこの月末には、ここに移るわけなんですけど、彼女のところからもいろんなものが出てくるわけなんですよ。で、私にですね、これいらんか、あれいらんかと言われるんですよ。先ほど言ったようにですね、自分のものは宝物、他人のものはガラクタっていうことで、うちの母が大事と思われているものは決して私が同じように思うっていうわけでもないんですね。うちの、亡くなった父親のセーターとかですね、もう母には非常に大切なものなんですけど、もうスタイルからしたら50年前のスタイルですね。またもっと父が年配の時に着てたセーターなので、こんなものもらってもですね、私のクローゼットの中に、収まるだけだとかで、まあそんな悪口言ったりしてるわけなんですよ。でそこの中でですね、この間うちの姉が母の家の片付けを手伝いにちょっと来てたわけなんですが、その時 母と姉と3人で母のところにいたらですね、母がまた物が出てきたから、これをもらってくれないかって言うんですよ。で持ち出してきたのがですね、これなんですよ。ね、これ、ね、皆さん分かりますか？昔のですね、英語ではサロガーって言うんですけど、日本語では何て言うんですか？カバンですか？いいですね。確かにですね、そう、骨董品として考えればいいかもしれないけど、またなんかも持ち出してきたなとか思ってたわけなんですよ。それがですね、この中から非常に貴重なものが出てきたわけなんですよ。で、中にはですね、ちょっとこれ画面に映した方が皆さんよく見えるので、うちの母、恥をかかすかもしれないけど、ですね、ちょっと待ってくださいよ。こんなものが出てきたんでしょう。まずですね。これはですね、私の祖父母の結婚式の写真なんですよ。結婚した時の、どこかスタジオで撮った写真ですね。こんなものが出てきたんですね。あるいは、ちょっと待ってください。あれ、ちょっとこれで。ちょっと待ってね。他にですね、こっち。こんなものが出てきたんですね。これは父と母の結婚式の、写真なんですよ。あるいは、ちょっと待ってください。あとはですね、これが花嫁姿の母なんですけどね。まあこんなものが出てきたわけなんですよ、カバンからですね。まあこれ以上恥をかかせたら叱られるから、ちょっとここで。まあそういういろんなものが出てくるとですね、今度はですね、不思議なことに、この先まで私は、ああ、こんなものとか思ってたものが逆に宝物になってくるわけですね。で、それがですね、なぜこれを言ってるかというと、先ほど歎異抄で親鸞聖人が、この阿弥陀様の本願が
我真な一味のためにっていう言葉がですね、自分にパーソナルになったわけなんですよ。その本願、願いが、皆様の願いが自分の心に行き届いたら、やっぱり宝物になるわけなんですね。だからこの仏法もですね、私たちは、まあ日本語では馬の耳に念仏っていうことわざがありますが、これはですね、馬にとって念仏は何の意味がないわけなんですね。だから我々も他人がどっかで法話聞いたり、他人がどっかでお参りしたのにね、自分には全く何も関係ないわけなんですね。やはり自分自身が聞いて、自分自身がこの阿弥陀様の御教え、お念仏の御教えを聞く中で、あ、そうだ、私は生きとし生けるものと支え合って生かされている命である。で、この正月法要もですね、やはり亡くなられた方々のおかげにもって、おかげさまで私たちこうやってお参りをさせていただいているわけなんです。だから彼らのご縁もあってお参りさせていただいて。で、そこでですね、実は昨日の午前中に、日曜学校というんですけど、今は土曜日にしてるんですね。Zoom でずっとやってきてたんですよ。パンデミックになってから。で、9月からできたら、ここで、お寺でお参りできたらいいなと思ってたけど、まだしばらくですね、この、パンデミックはまだ収まってないということで、昨日も Zoom でしたわけです。で、その中でですね、子供たちにこの合唱ということを話してたんですよ。で、私は子供たちに聞いたんですよ。この合唱っていうのは、世界のどの国でやると思うかっていう質問なんですが、皆さん、ちょっとここにおられる方、どの国で合唱使われますか？井上さん。東南アジアで使ってますよね。東南アジアですね。いろんな国ですね。はい、じゃあこちらは？インドで言われましたか？はい、インドも使われますね。タイとかですね。はい、隣じゃですね。あとはキリスト教も使いますね。だから、そう考えてみるとですね、多くの人類がこの姿、使われるんですよ。で、これはですね、どういう姿かっていうと、これは尊敬っていう意味があるんです、ね。で、インドではよくナマステって言いますけど、このナマステっていう言葉も尊敬っていう意味なんですね。で、ナマステは、ナモアミダ仏のナモと同じ、その、元が同じなんですよ。ね。ナマステ。ナモアミダ仏も。ですね。これは尊敬してる。阿弥陀様に尊敬してる。また、この、生きとし生きるものを支えていただいてる、生きとし生きるものに尊敬してる。ね。自分が尊敬してる。で、手を合わせる姿。ですから、これを姿するだけでも、このお参りを通してですね、これをさせていただけることも非常に大切なことなんです。ですから、この9月正月法要にあたってですね、亡くなった方のご縁、またいろんなもののご縁でこうやってお参りをさせていただいているわけなんですが、共にですね、でもやっぱり一番大切なのは、そのものが自分の宝物になってくることです。自分が聞かなければならないです、ね、それを今日お参り通してですね、させていただいているわけでございます。まあ、最後になりますが、皆さんと一緒にですね、お念仏をして、今日の法会を開催していただきたいと思います。ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏。もう一つですね、貴重なものが出てきたのがこれなんですけどね、これっていうのはですね、カナダの第二次世界大戦を経験してない方だったら知らないと思うんですけど、1941年にですね、日系カナダ人の皆さんが登録しなければならなかったんですよ、政府で。これがその私の祖父の登録カードですね。こういうのをずっと持ってないためだったんですよ。まあそういうわけで、今日のお参りにも皆さんまた参加していただいてありがとうございました。じゃあ最後になりますが、お念仏を終わります。ナモアミダ仏、ナモアミダ仏。
Zoom の皆様、なんか皆様とシェア、されますか？桑原さんからアンミュートしていただけますか？はい。大丈夫、聞こえますか？はい。はい。いや、あの、今の先生のお話、全くもう実感でございまして、私も今、その断捨離で、明日、先生のお近くに引っ越すことになってるんですけれども、まあ、今までの品物を、それこそ半分ぐらいにしないと、もうもっと少なくしないと、今の場所に入らないんじゃないかということで、いわゆる断捨離、これに随分精力を費やしてまいりました。本当に今先生のおっしゃる通り、あの一つ一つがやっぱり一つの思い出があるんですね。これ捨てきれない。だけども場所の物理的なスペースを考えると捨てざるを得ない。さて、かなり反問があるんです。それでそんなものの連続で、まあ、やっと昨日、